さて今回の番外編も引き続き株式会社サーミジャパン代表取締役の牧野ノヒロさんそしてボリスアファナセフさんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあもうあの今回が三回目になるんですけども、うん、いやー前回がだからその戦争が起こりまして。 で、まあ、国から出る、出ないのところで、まずお金の問題を解決するというところで話が終わってたんですけども、そうですね。まあ、3つの転換点があってっていう、はい、そうですね。その後に、出る決断もめっちゃ本当大変だなと想像してて、はい、例えば、ボリスとかだと、自分が出たら家族はどうなるのかとか、はい、もう当然考えないといけないだろうし、うん、出てどこに行くのか、そこで生活してどうするのかとか、うん めっちゃいろいろあるじゃないですか。うん、それをその出るって決めてからどういう風に考えてどういう風に場所決めてどういう風にやっていったんですか、うん、そうですねまずちょっとタイムライン的なところは僕からお伝えすると3月7日に夜ですねそのーリスとキリルとそのニュースを見て仕向け送金とかごちゃごちゃやってもうダメだって言って出ようっていう風になって、うん、で。 3月の8日が確か祝日だったん、ね、で、9日だったと思うんですけど、うん、社員をみんなオフィスに集めて、まあ、まさにそのメンバーが出雲に最初に来たメンバーですけど、うん、もう無理だからもう日本に行きます。うん、で、金曜日までに家族の合意を行く場合は取ってください。うん、で、来週月曜日16日だったと思うんですけど、にはもうあの、大使館にとにかく短期滞在ビザを申請しに行きます。 うん、なので金曜までに家族合意を取ってくださいっていう話を、うん、しました。でボリスはご家族にお話ししに行くわけですよね。 まあ僕はまあ最初からちょっと悩んでいたことがありまして僕は実際どこにも行きたくなかったんですけど僕はなんかちょっと残って戦おうっていうみたいな考えがありましたんですけどちょっと冷静的に考えるのは難しくてまあもちろんあのもう落ち着いていたんですけどでもなんかちょっとだってあの時にはマジでまああの他の人たちも多分そうなんですけどなんとかしないといけない という考えがありまして、うん、なんかどうしてもなんか私たちはその戦争を止めなければならないという考えが多くて、うん、僕の友達の中にもそうですし、うん、あれはマジでなんか第二大戦のドイツの国民、うん、なんか戦争が起きた時にドイツの国民同じことを考えていたのだろうかっていう考えもありましたし、うん、で、まあ僕は実際家族お話しながらなんか僕は多分ちょっと行かないという話しててで、うん、で、お母さんがちょっと、いやっ 行け <laughs> 一刻も早く、うん、<laughs> 一刻も早く出る。出るしかないとか、まあそういう話いろいろしてて。うん、まあ多分、えー、まあ僕、あの家族4人兄弟で、で、うん、弟もいるんですよ。うん、あの21歳の。うん、で、あれはマジで心配で、僕は行って、弟はどんな感じになるのか、ロシアから出られるのか、とか、うん、それは、で、僕は隣いないとか、うん、まあそれちょっと、 ある意味で、まあ、ロシアも本当にあの、プリゾンになっている状態になっていたので、で、まあ、みんな閉じ込められるのかなと、まあ、ちょっと難しかったんですね。まあ、結局、まあ、もちろん僕も最初から日本に行きたくて、で、僕たちは実際あの時に、ちょっと、ウクライナにどうやって、ちょっと、まあ、支援するかどうかの話も始まっていてて、で、やっぱりそれ、ロシアでするのは、 できない <laughs> あまりっ、うん、僕は最初からそう思っていて、うん、でなんとなく自分の心と合意してやっぱりあのウクライナに支援ができるからあのロシアから出てでなんかできることがあるかなっていう自分との合意をしましたはいなるほどで出ましたなるほどだからお母さんだったんですね行けって最初に言ってくれたのはうんそうですはあそれお母さんの気持ちで言うとどういう意味で行けっておっしゃったんですかね お母さんは僕の安全のことを心配していたと思います。うんうん、ああ、す。ごく。ね、はいな。なるほど、僕は一番ちょっとやばい立場で。まあ僕は実際、あの、軍事訓練を受けたもので、ああ、で、なんだっけ、予備役兵注意。うんうんうん、動員されちゃうんだ。そう。で、これは必ず、まあ、戦争がうまく、 言ってないから、もう3月とそれをどう見ても分かれるようになっていたので、うんうん、あれは多分動員が、まあ、ロシアだとしたら絶対あの、くだらないこと誰もあんまり考えられないことをするから、僕たちも考えていて、うん、まあ動員があるんじゃないかな。うん、まあ僕もあの、警察の問題もあったし、デモに参加してたから、うんか <laughs> ね、ちょっといろいろありましたから。じゃあお母さんからすると、ロシア政府も信頼ができないし、あの、兵員動員みたいなのが、 ボリスが特に兄弟の中でも一番最初にされるんじゃないかっていう懸念が強くてもう今一緒に日本に行くチャンスがあるんだったらマジで行けっていう話になってボリスとしてはウクライナまあロシアの戦争止めたいっていうのとウクライナを支援したいっていうのがあってロシアで留まって戦争反対しようと思ってたんだけど出た方ができるっていうのもあって出ることを決意したわけだよねそれが何日間ぐらいでその思いみたいなのを決断をするまでは どれぐらいでそれを考えたのいやー、結構時間かかりましたね。実際結論出しても、うん、自分の中では、いや、やっぱり残った方がいい,かい,いのかなって。実際日本に来ても、いや、ちょっと戻らないとっていう気持ちもありましたんですよ。うんうん、なるほどな、うん。結構、今はもう大丈夫ですけど、でもこういうのはなんか僕はそれに対して何もできない。 とそうですよね。だってそのロシアからまあ日本に行く時にどうでしょうねう僕の勝手な想像ですけどもしかしてもう親とはもう会えないかもしれないみたいなそういう気持ちとかも抱かれたんじゃないですか。まあそうですね。まあ基本的に自分のなんかロシアの将来自分の将来もう世界の将来はなんかマジで分からなくなってきたみたいな感じですね。 あの、うん、戦争っていうのはまあ、最大の悲劇なんです。と僕は思うんですけど、うん、まあ僕たちの歴史は何回あったんですけど、でも実際それを経験するのは、あれはマジであの悲劇なんです。そうだよ、ね、マジで。僕は、もちろん僕は僕の頭の上に爆弾とか飛んでないんですけど、うん で、僕はもうこんな感じで苦しんだんですけど、で、ウクライナにいる人たちはどんな感じなのでしょうって思って、思いながらもうちょっと心が割れるみたいな。なるほどね。自分もすごく大変だけど、ね、ウクライナの人はミサイルが飛んできてるから、そうね。余計それもしんどいわけだよね。自分の国がそれを撃ってるからっていう。そうです。今、ご家族はどうされてるんですか 今はそうですね。家族ですね。まあ、去年の10月、無事に出国しました。今一緒にいるんです。そう、一番失敗してたのは、はい、弟。弟が一番問題で。で、あの、動員の話がずっと僕たちも考えていたんですけど、いや、絶対なるねっていう。僕たちはちょっと早めに弟をちょっとヨーロッパに送りました。ああ、でもよかった。実際そうなったもんね、本当に。 うん本当に動員されまくるっていう状態になってるので、そうです。ああじゃあ、一応、ご家族はもう安全に国外に出れたってことです、ねはい、はい、僕の家族もみんな大丈夫です。ああ、いや、そうだね、だって下手したらボリスさんだけバーンって出て、あと全員残されて、もう二度と会えないみたいな状況って、普通にありえるわけで、だから、相当な覚悟ですよね、ここ。 辛かったですね。これはちょっと想像することしかできないですけど、<laughs> うん、だいぶやばいな。対戦された後に、もボリスさんはご家族と、まあ、また何か会ったりとかはできましたかそうです。まあ実際、ちょい最近ですね、うん、僕は今年2月、ちょっと家族ちょっと会いに行きました、うんはい、1>, 1週間。ああ、よかった,かった <laughs> まあ、いつか会える、まあ今回はまあマジであの会える期間が全くないので、で、多分一年一回ぐらいしか。あうんまあ もしかしたらもうちょっとできるかもしれないんですけど、でもまあ、結構長いなので、うん、まあ一応、まだ今、時間とかチャンスがあるから、一旦、会いたくて行きました。かあの、マキ、うん、さんからちょっと、有給もらって。ああ<ー>、<laughs> いやいや、<laughs> 現実的な話だ。現実的な話、ね <laughs> いやいや。そっか、そうですね。それで、出雲に行くってなって、まあさっきの、そういう時に稲川さんから電話があったってことですよね。そうです、そうです。疑心暗鬼になってる時、 ぐらいですよね。多分ちょうどそうあのもう決定するとちょい前くらいだったと思います、うん、なんなら、うん、多分前日その大統領令が出る前日とかああ前日に稲川さんから電話があって、まあ、出るんだったら出雲だったらサポートしてくれる人がいるよって言われて縁もゆかりもないけど出雲にしようってなってそうですじゃあ出るときはもう出雲に行くっていうのは決まってたんですね一応決まってましただからあの どこに行くんですかって言って、出雲ですって言って、出雲って何ですかって言われて、僕もわからないんで、ウィキペディア読んでくださいって、<laughs> <う>みんなにリンクを送って、それで話は終わりました。ウィキペディア読んでも余計わからんだろうしな <laughs>。<laughs> で、一応お金の問題はもう解決したんですか、スッキリと。 いや、で、それがもちろん、結局、大統領令が出た時にすぐ僕とかボル、まあ、その当時って、もうボードメンバーは常にオンラインなんですよ。朝から晩まで。なぜかというと、夜とか、そもそもあの、戦の、そのなんか、契機となった、まあ、プーチン大統領の演説も、なんか夜、うん、夜中行われたんですよ。10時とか。うん、で、<ー>みんながそれなら、まあ、半分くらい寝てるくらいの時間に行われて、僕もたまたま起きてて、 たまたまテレビつけてて、なんか怒ってるなくらいにしか聞いてなかったのが、それがもう本当にその、あの、うん、東部2州の独立を認めるみたいな、そういう感じだったんで、結構夜とか土日とかにいろんな法律改正とかがどんどん出るんで、うん、まず心が全く休まらないっていうのがもう2週間くらいその時点続いてるわけなんですよ。なんで常にこう何かに対応できるようになってて、それでその3月7日に大統領が来て、もうダメだって、バーってやって、 で、結局でもすぐやっぱり送れなくて、うん、あのー、税理士かなんかが、とかが、とか銀行側がいろいろ間違えて、まあそういう状況になったことがないんで、彼らも。<ー>で、僕らも結局その監査というかチェックにはまってしまって、<ら>お金が全然送れなかったんです、うん、そっからに、1、2週間くらい。<ー>ただ、ボリスのプロフィールが銀行のコンプラオフィサーだったんですけど、 要は内部を彼がよく知ってて銀行がどう通すのかっていうのを、うん、でたまたまボリスが内部をしたんでこういう書類をこういう観点で作れば通すことがきっとできるとか通させてもらえると思うっていうのをボリスはブワーってやってで僕らもそれに従って書類をいっぱい集めてでそれがうまくいって12<ー>週間後くらいだったと思います。3月の25日に ちょうど日本への着金が確認できたみたいなそんな下状だった着金できたんだよかったねこ,っこれギリギリ映画やオーシャンズイレブンみたいなたまたま俺のメンバーこの書類作れるぜみたいな <laughs>、うん、そうっすね、はい、そういうことんで,で,もでもあれですよねちょっとコロナの時にあ俺プログラミング書けるよねみたいな同じような状況ですよね <laughs> 持っていた自分の能力が ちょうどこのタイミングでめちゃくちゃ最大限いかせるっていう。すごいな。いね、<laughs> じゃあなんとかそれでもうボリスの,その経験のおかげで,でお金の問題なんとかなったと。で移動は実際どうやって移動したんですかもうだからそのそういう,こうフライトチケットが全然取れない感じだったんで、はいはい、最初に出国したのはボリスだけはちょっと最後まで残ってて。 最初に入ったメンバーは3月の22とかに多分日本に着いてるんですけど、中東経由で出た人たちと、僕は陸路で、サンクトペテルブルクからパリンにバス、10時間くらいかけて、そはい、抜けて、そっち側で航空チケットを探してとか、えー、なんかいろんな、しかもフライトとかもみんな、 ワントランジットとかで、なんか2回3回みたいな、なんか、タイとか経由してこう行くみたいので、なんかこう、現地集合みたいな。東京の新宿の安いホテルに集合みたいな。へー。うわそんな感じです。じゃ最初東京に集合して、<ー>そうです。東京のホテルにみんなで一旦集合して、で、うん、続々と日がずれて集まってきて、うん、うわー たまらん <laughs> そうですね。あの、家を探すことも、要は、出雲に行ったこともないんで、もちろん家も探せないし。そうですよね。うん、はい。その間はもう本当にその稲川さんが作ってくれた、出雲の経営者の方のグループチャットの中で、みんなが、ここがどう、ここだったらいけるよみたいな感じで、家を探してきてくれて、カメラでこう内覧して、うん、もうもうこれでいいですみたいな感じで。 もうずっっっと移動しながらら全部それもやってもやてて、ね、保証人とかもね外国人ってすぐ借りれないですからねそそうですそうでですす日本だと本当に出雲の経営者の方々には頭が上がらないお世話になって結局やっぱりすぐ家とかも借りれ普通は借りれないんですけど実は蓋を開けてみたら一回も会ったことない経営者の方が個人保証しててくれたりとかへえー、すごい はあ。そうなんですよ。なんかそういう家具とか家電も、僕も海外生活ちょっと長かったんで、日本って引っ越ししたら、その引っ越し先に何の家具もないってことをすっかり忘れていて、ついてみたら、本当に箱しかなくって、なんか布団もないみたいな、あ、ど,どうしようみたいな、<laughs> なってる時に、あの、その出雲の経営者の方々がブワーって街中から飲食店とかからいらない家具とか家具とかを、 集めてきてくれてそれで最初生活のセットアッがすごいスピーディーにできたりとか、うん、本当にこう頭が上がらないというか助けてもらいましたかすさまじいっすねマジで、うん、そこに至るまでどれぐらいで出雲生活はなんていうか少し慣れたなっていう感覚にまあねもうスペシャル文化も違うし知ってる日本とまた出雲って違うだろうしう、ね、<laughs> 日本の中でも特殊な土地だもんね まあ、それは、マキノさんが、いつも、あの、仕事に来るだけなんですけど、生活しているのは僕たち、僕たちだって、ね。<laughs> <laughs> まあ、で、しかし、まあ、慣れてきた。まあ、最初から実際僕たちは、まあ、非常にストレスがありまして、僕も、あの、最後に日本に行った時に、うん、あれ、マジで、ええ、<laughs> ちょっと曲がやばくて <laughs> <ー>、<laughs> ちょっと、やっと日本に来てから、心がドキ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 。 僕はちょっとあの、空港で捕まれるような状態が、そうだった可能性なので、うんで、やっと日本に来て、で、出雲にコロナがありました。ちょっと東京のホテルで泊まっていたので、で出雲に来て、で、マジで東京じゃなくて出雲でよかった。<laughs> <laughs> そうなんですね。静かで自然、僕は自然が大好きなので、逆にそれはちょっといい効果、いい、うん、影響を与えて、僕たちもみんな、うん、 で、なんかちょっと静かなところで、なんか美味しい料理で、なんか温かい気持ちで、あの、受け入れられた、あの、出雲の人たちのおかげで、なんと、なんか、ちょっとへ<ー>、へ <laughs> よかった。ちょっと、助けてもらいましたんですね。は<ー>、はい、いや、ここが、やっぱね、出雲ならではの、 その魅力にだいぶ心が救われたっていうところが縁があったって感じで、まあ、他の地方でも温かく受け入れれる人いたのかもしれないしそういうところもあるじゃないですか実際にだけどやっぱこういうのってご縁だなって思いますよね,すねほんと稲川さんと、ね、牧野さんが知り合いでみたいな稲川さんがそうやっていろんなまた経営者と知り合いでみたいなのはすげえ大事ですよね、うん、いやすごいわ、うん、で、うん、まあなんとか 一応日本に拠点を移しましまてで、もう今はもう皆さん普通に仕事を再開されてっていうことですよね。そうで、すね、はいはいはい、で、やっぱり多少業務には変化が出てきましたよね。そうですね、まあ業務もそうですけど、<ー>やっぱり結構大きいのは、まあ、去年の9月とか9月末にあの動員がありましたけど、はい、実際こう8月くらいには、社員のビザもやっと最初にその避難してきたメンバーの。 ちゃんとビザも取れて、うんあ。そっか。まだそういうのも処理が残ってたのか。うんはい、そうなんですよ。入国は短期ビザで入ってるので、それを長期ビザに切り替えないと帰んなきゃいけないんで、それもすごい大変、ねはい、だったんですけど、うん、まあでも一旦それはそれで、あの8月にはみんなのビザが取れて、まあ1年はまず少なくともちゃんと生活ができますっていうなって、やっと落ち着いたかなと思ったら、1、2ヶ月くらいして、あの、動員が始まって、はいはいうん そうしたら、あの、ロシアに残ってる知り合いの人とか、うちの最後、社員で一人、もう一人だけ女の子が学生だったんで、大学院生だったら残ったりもしたんですけども、そういう子たちがもう本当涙ながらに出してくれっていうのをお願いしてきたりとかっていうので、もうなんかちょっと我々自体がこう駆け込み寺みたいな感じになって、うん、とにかく日本に出してくれっていう人たちが何人もいて、うん、でそれを今度受け入れるとかっていう、 ことになり、まあ、全員はもちろん受け入れられないんですけど、やっぱ関係値があるところに関しては、もう受け入れようっていうので、やっぱり受け入れていく流れを作ったっていうので、まあ、そっちはまた大変でしたけど、うん、まあそれもまあ一旦今は落ち着いて。今の話は、ロシア国内から日本へっていうのの支援というか、サポートの話でですすよねねそうですね支援というか、あの関係値がある人たちがそういうふうに連絡をしてきて、 たらまあ、我々でできるる範囲で、まあ、人を受け入れるというのはやってますで、はい、一方でその事業としては去年のその避難して5月避難したのが3月4月なんですけど5月くらいからウクライナ避難民の方向けの就労支援というのを社内で。うんうんうん キエリの授業としてててやっいこれがドポモーガ .jp っていう活動ですよねそうですねはいこれがドポモーガ .jp ですね。まあウクライナの方々が日本にもと、ま、も、あ、と1,500人いらっしゃって今は避難民で2,300人来られてるんですけどやっぱり多くがもちろん日本語ができないし英語ができる人もその中のまあ一定数ということでやっぱりなかなか仕事に就くっていうところ、うん、仕事を見つけるのがまあ難しいと。うんで その中でまあ僕らが何かできないかなっていうのを考えたときに、東京とかやっぱりその大都市の方がサービス業とかがやっぱり多くて、東京に製造業ってあんまりないです。大田区くらいだと思うんですけど、うんうん、サービス業って絶対言葉使うんでやっぱ難しいんですよね、仕事そうですよね。そう。で、一方で製造業とか一次産業って地方にあって、で地方の オーナー企業さんとか、まあ僕らもそれこそ島根とかで、うん、やり取りさせてもらってる企業さんとかって、結構やっぱりこう、熱い志もあって、うん、まあ一人二人くらいだったら、うちで受け入れてもいいよと、外国人のそういう人も LINE で働いたりもするしっていうので、うん、まあそういった方々がいることが分かって、うん、でもなんか結構そういうこう、いろんな情報が全然ウクライナ語にそもそも発信されてないから、うんうん、ウクライナの人たちは日本に仕事が、 全然ないと思ってた、当初、うんうん。そうか。そうなんですよ。で、それを僕らが一個一個地方の中小企業さんとかから、あの、ウクライナ避難民受け入れてもいいよっていうところの求人情報を集めてきて、ウクライナ語に直して、うん、それをウクライナとか周辺国のヨーロッパとかで発信すると。うんはあ そうすると彼らが、まあ今ヨーロッパとかってすごい大変で、ウクライナの人たち避難はしたらいいものの、やっぱ仕事に全然つけなくて、うん、生活を維持するのがめちゃくちゃ困難で、それで戻ってる人たちも結構いるんですよね。うわなるほど。そうなんですよ。で、その彼らが、まあ日本はあの自治体が結構あの無償の住居提供しているので、市営住宅とかで。うん。うん、住居と仕事の情報があれば、日本に避難するっていう選択肢を、まあ検討できる。うん。 とまあその僕らのそういう活動の前はそもそも検討にも上がってやっぱりいなかったんですウクライナの人たちにとって日本っていうのが。うん、だからみんなヨーロッパ行ったんですけど、うん、そうじゃなくて日本もちゃんと仕事と住居があるから避難できる訴状はあるんだよっていうのを発信することによって、まあ、実際にそれを我々のサイトを通して就労先見つけて仕事されてる方ももちろんいますしヨーロッパとかから本当にこに日本にそれを。 があるからこそ避難してくる人とかっていうのも結構やっぱりいて、うん、そういうのをずっと社内でやってますね。うん,うん。そうかそうかあ。それはだから、えっと、サーミジャパンっていうよりは、もう別の団体としてやってたってことですかそれか会社としてやってたサーミジャパンの中の、はいはい、まあ、非営利の事業として、ううね、僕らがその、ビジネスで作った利益を、あの、まあ、運営に当てて、はいはい、まあ、ボリスが最初の頃は、 PM とというかあの全体管理としててやっくまあ私がそうう日本企業周りをずっとこう吸収を集めてくるようなところをやって、うん、まあでもやっぱりなかなかサーミの色ってロシアが強いんで,そ,で、ね、あのそれを日本国内だったりとかでやろうとすると、うん、まあ結構コンフリクトもやっぱ生まれちゃうん <ス>ですよね。<ス>で、あと、ウクライナ語でやっぱり問い合わせが来るんです、そもそもそれに、ボリスはディープエルとかで最初対応してくれてたんですけど、うん、<laughs> そういうのは無理があるんで、ウクライナの中で、そういう一緒に手伝ってくれる人を見つけて、その彼女にも、キエフから入ってもらって、うん、で、まあ、ウクライナ人と、まあ、ロシア人とっていうので一緒で、まあ、その活動も一年くらい続けてる感じですね。えー、はい これあのクラウドファンディングもされてましたよね。あそうです、そうです、ですあのキャンプファイアーの方でありがとうで、ウクライナ人に日本に避難できるってことをもっと知ってほしいっていうことで、うん、避難民支援を、まあえー、とクラファンされてたんですけど、もう目標金額、187万を大きく超える金額で、支援者が集まったということで、283万円ですかね、集、うんはい、まりま、はい、いやだからかなり多くの方が、この活動をやっぱり応援というか、支援をしたということですよね。うん そうですねあ<ー>、あのー、クラウドファンディング通して、まあ、資金的にも支援していただきましたし、あ,<ー>あとはまあ結構メディアだったりで取り上げてもいただいたので、それを見たまた地方のオーナー企業さんたちが、う,んうん、うちでもあの受け入れてもいいよっていうのを手を挙げてくださったりとかっていうので、うん、う本当にそ、はい、うん、という意味ではすごくいろんな方に助けてもらって、<ー>はい、活動できてますねこれって、まあ、もちろんまだ継続されてやってると思うんですけど。 地方の買って、もうどれくらい、日本全国は全部ですか、募集されてるそうです、北は北海道から南は沖縄のパン屋さんみたいなところまで。うですよね。っていうことは、なんか、この、もしね、配信聞いて、あうち受け入れできるよっていう地方の企業さんがいらっしゃったら、連絡をだけ取ってください。 うん、はい、もうぜひ、はい。やっぱりそこの企業さんを見つけていくのが、やっぱり難しくて、うん、はい。ウクライナの方は、もうずっと問い合わせはずっと増え続けてて、うん、まあ、去年の月もちろんゼロだったんです。9月の段階でも、毎月20件とかだった問い合わせが、今もう80件とかになってんで、うん、ーなんか400%みたいな。で、それをもう、今のメンバーもそんなにまあ、非営利事業なんで人数増やせないんで、うん、結構こう、人力でやってて、ただ、やっぱり求人側が、 増えていかないとなかなか難しいので、そっちがやっぱすごい大変で。うん、なんで、そういった企業さんがいらっしゃったら、ぜひお声掛けいただければと思います。ですね。そっか。その牧野さんも、ボリスさんも、戦争の煽りを受けて、もうめちゃくちゃ苦労してきたじゃないですか。でもそんな苦労してきたのに、 そのこういったその避難民の受け入れの事業をまたその頑張ってされてるっていうこの取り組みはその牧野さんとボリスさんにとってどういう意義をあるのかなというふうに思ってまず始めたきっかけはどなたからですかそそそもそもロシアのの国内ででやろうとしたたんですねそれはまた別の 支援のプロジェクトをやろうとしたんです。結果的に、まあ、ボリスもさっき言ってましたけど、やっぱ危なすぎて、うん、本当に社員を危険にさらしてしまう感じになるそれはもうやめて、うん、で、日本に避難してくる中でもずっとそういう話はやっぱり継続してあって、避難を考えるときに何が、なんか僕らがこう避難を最後日本に行こうって決めたときに何が重要だったかなっていうのをみんなで振り返ったときに、やっぱそれが、うん、はい 住居と仕事だったんですよね。うん、なるほど。うん、うんうん。だから多分きっと近いんじゃないかなっていうので、なんかそれを、今のドポモガドと JP をやろうっていうのが、自然発生的にみんなの中で生まれた、ねえー、自然発生的ですよね。だから、うん、多分住居と仕事とフレンドリーに受け入れてくれる人たちみたいなのがいるのが多分すごい大事なんだろうなとは、僕も想像してて、うん、そういうのが用意できそうな地方の 地方じゃなくていいんでしょうけど、主にそのポテンシャルとしては地方の方が逆に高いって今おっしゃってたから、そういうのできそうだなって思ってくれる会社がいたら、本当ぜひ、このドポモーガ .jp を調べればいいんですよね。うん、ドポモーガ .jp。dopomoga.jp、うん、ですね。これどういう意味なんですかドポモーガって。 これなんかウクライナ語で支援っていう意味なんですよね。サポート。なるほど。はい。なぜサポートを人を助け続けるんですかこれ、ボリスさん、どうですかどうですかまあ、僕たちとして、まあ、どういうネーミングした方がいいのかなってちょっと考えてたんですけれどもね。うん、でも、やっぱり、どうしても、今回はちょっと僕たちの経験を利用、なんか使いながら、うんうん、あの、ちょっとできることだけをしたくて、で、あの、お手伝い、支援、 で、ってちょっといろいろ考えてて、うん、で、それはウクライナ語の言葉ですね。で、なので、の JP だから日本ですね。だから日本の支援みたいな <laughs> 感じになるので、で、なんかいい感じですねっていう、そういうなんかネーミングを <laughs>、うん、決めましたですね。うん、ちなみに今、なんか困ってることとかないんですか、うん、ドポモーガドット .jp は。こういう支援とか、こういう助け、サポートがあると、この営利事業はもっとやりやすくなるんだみたいなのは。 受け入れ企業以外にも他には例えばどういうのがあるのかなそうですね。まあ、まずはですね、戦争を始めてから政府からとか日本財団っていう遠慮がありますね。で、そこからあの金額の支援とか、あの住宅の支援とか、うん、ま、いろいろ、いろんな支援がありましたんですよね。うん、で、それはちょっと今年やめちゃって、で、全くそう、あの、 お金とかそういうもう支援がなくなりましたので、<ー>で、普通にあの飛行機の代はまだ、もちろんあの去年みたいな感じではないんですけど、でもかなり高いですね。多分、あの片道は、まあ15万、20万ぐらいかかりますね。ね、はい、で、普通にウクライナの避難民はそれなんか買えないじゃないですか。まあ高いですよ。確かに。でも僕たちの中にちょっと会社がそれを 手伝ってくれる会社がいるので、あの身元保証人になって、ビザもらえるために、身元保証人になって、で、ちょっと航空券を買えるみたいな感じですね。しかし、その支援がないと、企業もないと、なんかちょっとヨーロッパから来る人たちはちょっと難しいんですよ。なるほど、うん。来るのは高いし、はい、そうですね。企業は仕事を与えても、お金がないと来れないという状態なので、ちょっと難しいですね。なるほどで、次の問題はですね。 基本的にその避難民ビザは基本的に政府からも,もう支援としてもと言ってもいいんじゃないですね。それもビザとどうになるのか。今はちょっとあの短期滞在ビザで生きているんで、在留変更で特定活動のビザに入れ替われているんですけれども、うん、あの、クライナ人ですね。で、そのビザとどうになるのかとか、誰も知らない。<ー>延長されるのかどうかってことだね。そうですね。<ん>その情報が僕たちもちょっと知りたい。 まだサミさ,さんの中でもその辺が分かってないってことですね基本的な政府の発表上はあのいわゆる避難民ビザって言われてるんですけど短期滞在で入国してそれを特定活動っていうステータスに切り替えて。うん で、受け入れの人たちはいてでその特定活動というビザが、在留資格が、まあ、就労も OK っていうものなんですよね。なんで、避難してくる人たちはみんな就労もできると。一方で、期限付きで1年間の期限がついていて、うん、それが継続されるのがなんかこうあんまりちゃんと発表されてないんですけど、なんかサイトにちらっと戦争が続く間は状況を考慮しますみたいな。なるほど。で多分今のところは1年間 で更新されていくんですけどそれがどうなるのかはまだ本当誰にもわからないまあチョコら辺はだから政治家の方とかに今後の展望を実際つけて発表してもらうのが大事なとこですよね、うん、だから日本政府自体が発表してないんだっていう話だと思うでそういうことだそういうことだ で、えーうん、やっていくっていうのがいいかなと思うんですけど、さっきバックヤードで話したけど、ね、ゴリゴリの非営利事業だから、本当は NPO にした方がいいかもっていう悩みも、うん、牧野さんとボリスたちも抱えつつ、直近はまず、キャンプファイヤーの月額サポート制みたいなので、できたらいいなっていう話をしてたので、うん、そうですね。はい、ちょっと概要欄に貼っときますんで、うん、これを聞いて手伝いたいなと思った人は、ぜひ、 キャンプファイヤーでで確定していいいいのかなはいはい、大丈夫ですそれ月額サポート費がサーミの非営利事業の月額サポートですね。うん、をやってもらえるとそれが航空券代とかになって避難民の方が来れるようになると。うん、うんうん、ですね。ですね。ぜひ、リスナーの皆さんねあの、よければよろしくお願いします。そうですね。払える人が払えるといいかなと、はい。ですね。はい。僕もちょっとやろうかなと思います。はいうん、あとはこれから先、その出雲を中心として。 展開しようとしている事業についてもちょっと聞きたいなと思ってるんだけれども、そういうのはなんかどういう感じですか？そうですね。まあウクライナのね人はさっきの topoma.jp で支援しているんですけど、まあ一方でまたロシアとかも実は高度人材になればなるほどものすごい大量に流出をしていて、うん、で僕たちがまさにいるドメイン IT のあの分野の中で。 旧ソ連地域ですよね。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、中央アジアまで含めると、カザフスタンとかアルメニアとかアゼルバイジャンとかって、この地域ってほんと10年くらいでものすごい政変に巻き込まれて、で、ものすごい優秀なエンジンの方々が大量に流出してるんですよね。10万人以上の規模で、あの、この地域から優秀なエンジニアたちが流出していて、で、特にロシア人とかに関して言うと、 今はほとんどが中東地域、まあトルコとかに滞留していて、まあ、ポリティカルな面で欧米にはなかなか行けづらい、まあ行っても口座が作れなかったりとかですね、うんうん、仕事が得られないとかもありますし、ウクライナの,あの人に関してはやっぱり男性がまずそもそも出れないとかいう問題もあってですね。うんうん、で、あの、まあいずれにせよそのエンジニア問題は結構深刻な問題で、まあ一方で日本を見ると、やっぱり結構あのエンジニア不足みたいなところは、うん、 国としても大きな課題だったりもするので、僕らはその、流出してくる東欧の、まあその高度 IT エンジニアたちを、うん、まあ日本に移住させるプログラムみたいなものを、あの、やっています。で、彼らに、あの、日本の企業はこういうところが、あの、優秀なエンジニアを採用したいと思っているよっていうのを、まあ発信をして、まあそういう意味ではちょっとこう、動きとしてはドポモーガと似てるんですけれども、うんうん、ドポモーガとの大きな違いは、ウクライナ避難民の多くが、 高度人材ではなく、やっぱりこう、一般的な工場労働者の方だったりとか、うん、まあそういうこう、オフィスマネージャーの方だったりとかするんですけど、我々がそのビジネスとしてやってるのは、まさにこう、高度な IT エンジニア。日本の中で、やっぱりすごくその、日本企業を国際化するところを助けてくれるサポーターになる人たち。うん、で、その人たちは今、あの、行き場所がなくて、みんながキャリアも作れず中東で滞留してるので、まあそういった方々に、まああの、日本でこういう企業がみんなをあの、探してますと。 で、えっと、本当に日本に移住をしてきてもらって、で、そういったところに就職してもらうっていうような、事業的な人材紹介に近いモデルになるんですけど、まあそういったものを、実は去年から少しずつ始めていて、まあそれをもっとどんどん大きくしたいなというふうにあの思っています。なので、まあ、例えば人材、優秀なエンジニア人材を獲得したいとか、外国人の IT エンジニアを獲得したいと思っている企業さんがいたら、なんか一緒にできることが結構あるんじゃないかなとは思ってますね。今度もなんかで イベントやるって言ってましたもんね。そうなんですよ。アリザムさん。ちょうど去年から実はそういう、あの、エンジニアのまず募集のところを始めて、うん、まあ、正直あの、日本に移住するって、私たちも移住した側ですけど、やっぱり、まあ、ニッチというか、うん、ね、あの、メインストリームではないことも自分たちでは理解してるつもりだったので、まあ、応募したら20人くらい来てくれて、まあ、そこからじゃあ10人くらいに絞れたらいいかなとか思ったんですけど、実際去年の10月とかに応募かけて、100人以上が、 集まって、うもう本当いろんな中には、ロシアだけではなくて、もちろんウクライナとかベラルーシとか、アルメニアとかいろんな人たちがいて、で、まあ、私たちを、まあ、実際ちょっと僕らの方で選定させてもらって、8人に、えー、うん、日本語半年間くらいずっとオンラインで教えてたんですよね。で、やっぱり日本語を教えていく中で、まあ、日本教室に紹介したりとかすしていくんですけど、まあ、一応その日本語プログラムがまもなく終わって、 その選ばれた日本語勉強した人たちが実際に出雲に私たちが今招待してまして、5月末くらいに2週間くらい出雲市の中に滞在するんですよね。で、その方々はまあ半分くらいはもう就職先は決まってるんですけど、残り半分くらいがまだ 決まってない方々もいて、まあそういった方々にとってはなんかこう最後のアピールの場みたいな日本企業さんに向けての。で、なんかせっかく来てもらうんで、彼らのこうスキルも日本企業さんにいろいろ発信したいなと思っていて、ハッカソンみたいなものを、うん、あのやろうかなと。外国人だけで実際に行うハッカソンなんですけど、出雲市のまあ社会課題を解決してアプリケーションを作るっていうようなハッカソンを3日間かけてやろうと思ってまして。おー。 それのなんか発表会が5月の31日に実は出雲市内ので行われるんですけどオープンイベントなのでできればそういったところに興味持ってくださる企業さんがたくさん参加してくれればいいなと思ってましてこういうイベントをやってるんで、まあ、次回以降かなちょっと是非ーミをチェックして参加してもらえればそうですね嬉しいなと思います,す、ねはい、だからこれね配信してる時にはもうちょっと残念ながら終わっちゃって。 てると思いますけどもこういうイベントをもう今後も、ねうん、そうねやり続けていくということだったいいそうですねそうですはいいやちょっとこれはなんか僕もえっ、ー、と福岡県の田川っていうところで一応地方創生というあ、はいはいで田ではい、はい、でこの廃校利活用でやってるので多分そういった意味ではとても勉強になることが多いと思うんですよ出雲という場所の中でどういった形で受け入れをしてはい、はい、でどうやって 言ったら外からの力と中の力というのをこう組み合わせてやっていくというところでとても勉強になることが多いと思うのでずっとチェックをして勉強していきたいなと思ってますので、はい、すありがとうございます。ということで全3回にわたってもう結構濃い話を聞かせていただきましたんですけども最後にリスナーの皆様にメッセージをいただければと思うんですけどもじゃあボリスさんの方からお願いします。そうでですね、まあ、これから僕たちももいいろろ頑張るつもりなので うん、もしよかったら、出雲へ見に来てください。<laughs> いいっすね。もう出雲の人になってるじゃないですか。完 <laughs> <laughs> 全に。いや、素晴らしい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、えー、最後に牧野さんの方からメッセージお願いします。はい、ありがとうございます。実は私も古典ラジオのリスナーで、それは深井さんに会う前に、あの、リスナーだったんです。まあ、東京外国大学っていうところで、やっぱりすごく歴史だったりとか、うん 最政治の興味もあ,、うん、ありましたし、やっぱそれを聞く、なんか理由というかきっかけになったのが自分がなんか今のこの戦争当時国の中に巻き込まれた。うんうん、で、どれだけ、 自分たちの日常とかけ離れてることが起きる可能性があるのかっていうこともすごく身をもって痛感しましたし、またそれが今後なんかウクライナとかロシアとかで日常になっていくこと自体もものすごく怖いことだなっていうのも一方で思ってたりもしてて、なんかそうなった時にすごい常々思ってたのは何かこの自分が得た経験が次のまあ悲惨な状況になってしまうことはまあ、やっぱ 起きてくることだと思うんで、その時に何か活かせたらいいなっていうのはずっと思っていて、それがなんか今回こういう場であの共有させてもらえたのすごく嬉しかった。うん、まず本当に古典ラジオの皆さんにすごい感謝してあのいます。<あ>で、でなんかリスナーの方々も僕も本当一リスナーとしてなんかなかなか日常では感じることないかもしれないですけど、でも本当になんかあの歴史をなんか学ぶかやっぱり興味を持つ ってことがすごく重要なんだなっていうことになんか本当に身をもってあの体験して一番なんで僕はちゃんとあの時に大学時代にそういうのを勉強しなかったんだろうあの時も,もしかしたら勉強してれば自分の意思決定がもっと1日早く2日早くできたんじゃないかとかっていうのを本当に実は後悔したりしたので多分古典ラジオのっていうのは本当にそこにすごい貢献できるというかすごくそういう意味では 今、世の中で求められていることなんじゃないかなと思うので、うん、僕もはい、あの、引き続き、リスナーとしても、はい、カフェラジオさんいっぱい応援したいと思いますので、はい。 よろしくお願いします。あり,ますありがとうございます。なんかゲストに出ていただいて、コテンラジオを褒めてくれ,てあれたありがとう。でも、僕はその歴史を勉強してる身からして、その僕は牧野さんと同じ状況になって、牧野さんほど意思決定はできない自信があります。ね、<laughs> またね、また違う能力というか、うん、違うあれですからね。感覚で意思決定しないとき、あと、うん、どちらも大事っていうことですよね。 そうですね。はい。まあぜひ、リスナーの皆さんも、サーミジャパンも応援していただいて、ねうん、うん。ですね。本当これもご縁だと思うので、これを聞いてる方もご縁だと思いますので、そうですね。はい。多分、あの、聞いてる一人一人ができることがあると思うので、そうですね。何かしら感じたものがあれば、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、ということで、以上、古典ラジオ番外編ゲストは、株式会社サーミージャパン代表取締役、牧野博史さん、そして、ボリス・アファナセフさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。うん